はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はファッションです。はい、ファッションの方をご紹介していきたいと思いますので、最後までご覧になってください。では早速ご紹介していくんですが、今回購入したブランドは私が初めて、購入したブランドになりまして、ザフルというブランドになります。サラ K っていう、ハンドルネームでやってらっしゃる、すごい可愛い子なんだけど、結構好きでよく見るんだけど、彼女の、YouTube 見てた時に紹介してて、もちろんその彼女はすごい若い子なので、すごいこう T シャツとかすごいこんな短いものとかね、そういったものを紹介してたんだけど、そのリンクからちょっとこう見に行ってみたら、すごくね可愛いくて、しかも安いから、ちょっと調べてみたら、なんかねすごい欧米の若い女の子たちにすごい人気のある通販サイトというか、ブランドっていうことが出てきて、結構レビュー上げてる方たちが多かったんですね、その向こうので。日本の方は上げてる方はちょっと見つけられなかったんですけど、でそこからいろいろ検索してみたら、いろいろこう安く、なんとなくこうイメージ的にはフォーエバーとか、H&M とか、ロゴはねなんかちょっとザラに似た感じのロゴの、ブランドなんですけど、ザフルっていうところを、じゃあで日本語のサイトはないんですね。日本語のサイトがないからどうしようかなと思ったんだけど、とりあえずちょっと試しにと思って、そしていろいろ調べたら、なんかすごいその何ていうのかしら、買い方のをアップしてる方のなんかブログみたいのもあったので、それを見ながらちょっと注文してみました。なのでそちらの方を紹介していきますね。はい、で大体ね値段的にはもう本当に2000円とか3000円、日本円にすると2000円とか3000円で、ちょうど私が購入した時はもうブラックフライデーのセールをやってた時にすごい安くなってましたね。はい、で昨日一昨日届いたのか、はい、で今日もう早速着てます。こちらなんですけど、このセーターをですね、ちょっと後ほどね全身見せるので、とりあえずまずこのセーター可愛いでしょ、すごい。でフリーサイズというかワンサイズしかなくて、 S とか M とか、もちろん S とか M とかもあるのもあるんですけど、ちょっと大きいかなって、ワンサイズだったら、私通常、日本のサイズだとS か、もしくはそのものによっては XS で、ザラだったらもう完全に XS なので、ワンサイズって書いてあったから、ちょっとね大きかったらどうしようと思ったんだけど、ぴったりぴったりで、袖が可愛いでしょ、こういうふうにパールがついてて、でこれももう本当に3000円ぐらい、3000円、日本円にして3000円ぐらいかな、だいたい3000円ちょっとぐらいですかね、な感じで届きます。こういう、H&M とかザラとかと同じような感じで、で、確か40ドル以上買うと送料は無料になるんですが、結構時間がかかるらしいんですね、送料無料にすると。船便使うのかな、ちょっとその辺よくわからないんですけど、とにかく送料無料にすると時間がかかるっていう風に口コミに書いてありました。これは何、もう一つ、セーターです。これは面白い、こんな感じでザフル、ね、ちょっとザラっぽいでしょロゴがで、こういうチャック、これね、なんかに使えますよね、この袋ね。これはセーターかな、はい、でこんな感じでザフルで、ちょっと火が当たっちゃった、ザフル、はい、こんな感じの丈短い、袖がこういう風になってて、こっちです、はい、まずこれですね。セーターコート、ガサガサごめんなさいセーターコート、こんな感じで
やっぱり袖がこういう風に膨らんでて、カーディガンもう結構厚めの、あれなんかついてる、結構厚めのこういう感じの厚めのでロングのカーディガンですね、はい、これはこんな感じで、こんな感じ、かわいい。あ、でも袖はすごいいいかな。このスカートじゃなくて、スカートじゃなくてパンツ、パンツだったらね、かわいいかもしれない。これはでも結構良かった。これもそんなに大きくないし、袖もうんでね、作りはね結構しっかりしてます。なんかこの値段だから、なんかもうちょっと雑にで、雑というかあれかなと思ったんだけど、すごい結構しっかりした素材で悪くはないかな。ね、悪くはない、可愛いですよ。しっかりしっかりした、結構ね袖も可愛らしいし、はい、じゃあもうあともう最後のもう一つですね。はい、最後はこちらのセーターになります。どうかな、ねえ、可愛い、すごいね。丈はちょっとさっきのものよりも長めだけど、すごい袖もで、あのね、サイズはねもう本当に私の体型にぴったり、どれも手と手足が長い方、背が大きい方とか、私158センチなので、まあちょっともしかしたらちょっとでもどうなんだろう、その沢圭ちゃんっていう私が見てたその YouTuber さんは結構背が高くて細くて、もう本当にモデルさんみたいな子なんですね。なので、まあ、サイズ的にワンサイズでねどうなんだろうっていう。でもあの子細いからあれなのかな。まあ、あの海外物の人はすごいぴったりなので、これはね結構なんかね気に入った気に入ったかも。でね、素材もねすごいしっかりしてて、縫製もね悪くないです。だからあの割とこう海外物とかあの購入するのにそんなに抵抗、まあ私もほら BH コスメティクスとか結構その自分で並行輸入とかするの好きなので、まあそういった方とかはもう安くていいと思いますよ。で、あの時間がかかっても良ければ送料かからないしね、あのまあ結構 悪くないと思いました。はい、今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われた方、高評価ボタンお願いいたします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやっておりますので、フォローの方お願いいたします。インスタにはね時々ね、あの今日のファッションみたいな感じで、アラフィフコーディネートを載せてますので、まあね、ご興味がある方はちょっと覗いてみてみてください。はい、もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あ、そうね、もうお買い物ねえ、お買い物もいっぱいしたいけど、まあ今回は結構満足できたお買い物なので、もしよければザフルの、URL も載せておきますのでチェックしてみてください。はい、ではまた次回 YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。